ブルドックボスは日本の競走馬。主な勝ち鞍は2019年の JBC スプリント。馬名の意味は犬の品種名ボス。2012年4月20日、北海道浦河町の鮫川慶一牧場で誕生。ディアレストクラブで育成され、栗東、西浦勝一厩舎に入厩した。10月19日京都の新馬戦でデビュー、玉藻若様に5馬身差をつけ圧勝する。連投で挑んだなでしこ賞は2着に終わったが、11月のオキザリス賞で2勝目を挙げる。丹後ステークスは3着、三宮特別は2着と惜敗が続いていたが、7月の御頭橋特別で3勝目を挙げる。その後も掲示板を外さない安定した走りを見せ、年末の中東ステークスに勝利し、オープン入りを果たす。1月のジャニュアリーステークスは3着に終わるも、太秦ステークスと千葉ステークスを連勝。重賞初挑戦となった東京スプリントでは4着と惜敗したが、柿津畑記念とクラスターカップは2戦連続で2着となる。秋に入り、グリーンチャンネルカップは落鉄もあり5着であったが、中1週で挑んだ室町ステークスを制し7勝目をマークした。京葉ステークスで復帰したが9着に敗れ、初めて掲示板を外す。続く天王山ステークスでも5着に終わる。その後、JRA 競走馬登録を抹消し、浦和、小久保聡厩舎に、天馬屋初戦となった、習志野キラットスプリントは3着になるも、続く、クラスターカップでは、道中3番手でレースを進めると、直線では先に抜け出した、ラブバレットを、ゴール寸前で差し切って、重賞初制覇を果たす。その後は、ダートグレード競争での惜敗が続いたが、年末の大鳥オープンを制してこの年を終える。この年の活躍により、ナーグランプリ2017において4歳以上、最優秀牡馬と最優秀短距離馬に選出された。この年初戦の根岸ステークスは5着に終わるも、続く、黒船賞では3着と、好走する。その後の2戦はともに5着に敗れ、休養に入る。5月の埼玉杯で復帰して6着。このレースの後、2018年に小久保厩舎の所属馬で発生した禁止薬物検出問題を受け、小久保の調教師免許が2019年4月から2020年3月まで南関東限定に制限されていることから盛岡で行われるクラスターカップに出走するために北海道競馬の田中敦厩舎に移籍。この移籍時を境に主戦騎手が坂井誠二から岡見本勲氏に変わる。7月の門別 A1A3 一組混合特別は地元の岩橋裕二が騎乗。このレースで久々の勝利を挙げ、クラスターカップを使い5着として小久保厩舎に戻る。地元のテレ玉杯オーバルスプリント6着の後、10月の東京盃で2着に入る。11月4日の JBC スプリントでは、集団のやや後ろでレースを進めると、早めに先頭に立ったコパのキッキングをゴール前で差し切って J プニー初制覇を果たした。12月25日のゴールドカップでは、道中中団追走から3コーナーで外へ持ち出すと、最後の直線で逃げ粘るノブワイルドを、花さ捉えて、重賞3勝目を飾る。ゴールドカップのレース後、小久保調教師は2020年2月23日の第37回フェブラリーステークス出走に向けて中央に再転入することを明らかにした。前述の通り厩舎所属のままでは中央遠征ができないことから栗東の嘉陽忠厩舎にこの一戦のみ天馬屋した。フェブラリーステークスには三つ葉やウィンムートなどダート路線で嘉陽厩舎の馬でコンビを組んでいた和田龍二の騎乗で直行したが、2017年末以来2度目となる過去最長の1600メートル戦、中央在籍時を含めて初の芝コース発走などもあり、GI 馬ながら13番人気と注目されず、レースも13着と大敗した。レース後の2月27日には JRA 競走馬登録を抹消され、3度小久保厩舎に戻った。この後は得意の1200メートルから1400メートル戦に出走し、ダートグレード競争では、他馬より重い 58kg や 59kg の禁漁を背負うこともあり勝ち切るには至っていないものの、J.P.E. では連続で2着に連帯している。7月1日の浦和スプリント OP で、久々の勝利を挙げると、続く、クラスターカップは3着、東京杯は2着と、安定した走りを見せる。連覇をかけて挑んだ JBC スプリントではスタートで、つまずく不利があり、サブのジュニアの3着に敗れる。12月10日、管理する国保調教師により12月23日のゴールドカップを最後に現役を引退し、2021年よりレックススタッドで種牡馬入りすることが発表された。引退レースとなったゴールドカップでは、前走からプラス 21kg と大幅に馬体重の増加が見られたが、2着に4馬身差をつけて、見事連覇を果たし優秀の美を飾った。翌2021年1月8日に浦和競馬場で引退式が行われ、1月15日付で競走馬登録を抹消された。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。